アニメドン。さあ、ここでなんとゲストからコメントが届いております。早速聞いてみましょう。どうぞ。田辺さん、ひゆちゃん、たくらちゃん、それからアニメドーンをお聞きの皆さん、こんばんは。お久しぶりです。絶望系アニソンシンガーレオナです。7月22日にニューシングルアニマがリリースされました。テレビアニメソードアートオンラインアリシゼーションウォーブアンダーワールド、オープニングテーマになっている楽曲です。アニマというのはラテン語で魂という意味の言葉で、今回魂というのが大きなテーマになっているアリシゼーション編の中で、苦しい大きな戦いの中でつまずいても傷ついても進み続ける物語に寄り添う歌として、魂の色は何色ですかという歌詞に、そしてそれにつながる言葉に、レオナとしての一つの作品に対しての答えを込めました。ぜひ作品とともにお歌も受け取ってもらえたら嬉しいです。そして12月の8日に配信ライブレオナオンラインライブアンダーワールドの開催が決定しました。ホールから生配信でお届けします。久々のライブ、ぜひお歌受け取ってください。詳しくは後日オフィシャルのホームページやツイッターをチェックしてください。いつもこうして声をお届けさせていただいていますが、今度はぜひスタジオにも遊びに行きたいです。それでは最後にニューシングルアニマをお聴きください。以上、レオナでした。ありがとうございました。じゃあな。レオナさん、ありがとうございます。ありがとうございます。いや、もう本当にささやきボイスで素敵な声だわ。もう黙って聞いてると、あの後ろの空調の音がわずかに聞こえる。そこは突っ込んじゃダメ。でも歌うとこのパワフルさっていうね、本当にギャップが、ギャップがね、いいですね。一つね、魅力なのかなっていう気がしますけれども、あの次回本当にスタジオでお待ちしておりますので、本当に本当にもうね、あのスタジオマス寿司で埋めたいなと思ってそれぐらいのホスピタリティでお迎えしたいなと思っております。音量もレオナさんに合わせてみんなささやき、みんなささやき系でやりますね。はい、他のマイク、あの邪魔しないようにしたいと思います。よろしくお願いします。こちらテレビアニメソードアートオンラインアリシゼーションワーオブアンダーワールドのオープニングテーマになっています。レオナアニマでした。